どうも、皆さん、こんにちは。チャクマスです。本日はですね、ヒルトンホテルがですね、2024年5月2日から開始になるで、ね、新しいキャンペーンをね、発表いたしましたので、本日はね、ヒルトンホテルのキャンペーン、今ね、結構たくさんやっておりますので、ヒルトンホテルのね、キャンペーンまとめ、プラスアルファということで、どうね、やっていきたいなと思います。ということで、昨日ね、ヒルトンアメックスがね、新規入会キャンペーン、今日がね、来たところで、今回ね、ヒルトンの新しいキャンペーン、またね、 いくつかね、ヒルトンホテル今キャンペーンやっておりまして、ひとまずね、利用される予定のある方はですね、エントリーしといてね、まあ、損はないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、これからヒルトンホテルに優勝で利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしといていただければな、と思います。またね、プラスアルファとして、昨日ね、マリオットボンボンホテルの話になってしまうんですけれども、なんとね、マリオットホテルがですね、日本のね、9つのホテルだったかな。はい、こちらをですね、リブランドしてマリオット系列に しますよっていうのをですね、マリオットインターナショナルの方のね、プレスリリースで発表いたしましたので、こちらについてもね、解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、えー、こちらがね、今回のキャンペーンということで、えー、2倍ポイントキャンペーンがね、来ております。こちらね、5月2日からね、開始になるキャンペーンなんですけども、下の方にね、規約は載っておりまして、私の方でね、ようやくさせていただきました。それがね、こちらになりまして、今回のキャンペーンはベースポイント2倍のキャンペーンっていうふうに、 なります今ね、開催されているのが5月の1日までをね、この1滞在ごとに2000ポイント、またね、デジタルキーを利用していただくと500ポイントがね、もらえるキャンペーンが今やっているわけなんですけども、まあ、こちらがですね、5月1日で終わって、今回のキャンペーンがですね、5月2日から開始になるという感じになります。で、前回のね、キャンペーンなんですけども、1滞在ごとに2000ポイントをまたね、デジタルキーで500ポイントね、もらえるということで、これ非常にいいですよね。私もね、こちらを使って2000 2024年1月の末にね、ニューヨーク行った際に利用させていただいたんですけども、ポイントでもね、2000ポイントもらえましたし、このデジタルキーでね、合計2500ポイントもね、もらえたりしてたんですけども、まあ、今回のキャンペーンからですね、ベースポイント2倍キャンペーンということで、こちらね、優勝じゃないともらえないキャンペーンっていう風になります。このベースポイントっていうのもね、後で紹介したいなと思うんですけども、ひとまず今回のキャンペーンからは、ポイント宿泊ではポイントもらえないっていう風になりますので、まあ、もちろんね、あのベースポイントなん でまあホテルで宿泊した時にね食事とかすればまあ、ついたりするんですけどもあの滞在するだけではねあのもらえないって言った形になりますで期間が5月2日からえ9月の2日え既存予約 ok って言った形になりますですのでエントリーねこの動画の概要欄に載せておきますので確実にねエントリーしてくださいで 得点がですね、1滞在ごとにベースポイントが2倍もらえるキャンペーンっていうふうになります。で、得点付与が滞在完了後6週間から8週間ということでもらえるという感じですね。で、このね、ベースポイントって何ですかっていう話なんですけども、 このね、ベースポイントっていうのはですね、ヒルトンホテルのね、ロイヤリティプログラムだとえ、ベースポイントっていうのは対象となる客室の支払い金額、1ドルにつき10ヒルトンオーナーズポイントがえベースポイントとして獲得することができるんですよね。で、このね、対象となるね、客室の支払い料金っていうのは、まあ何ですかっていうところなんですけども、まあこちらね、対象となる客室の支払い料金っていうのは、 ヒルトンホテルに滞在した時に客室料金とその他部屋付けにした料金、ルームサービスを含む この料金に1ドルごとに10ベースポイントがね、獲得することができるっていう風になりますので、こちらね、客室料金ってありますよね。サービス料金と税金を抜いた金額の客室料金ありますよね。ま、こちらに対して1、米ドルごとに10ベースポイントがね、獲得することができるっていう風になりますので、ヒルトンホテルのね、ポイントだとね、ま、こういった感じでね、滞在するとね、このアプリから、ポイントアクティビティって、このね、アイマークをクリックするとね、こういった感じで見れると思うんですけども、 今回のキャンペーンに関しては、このね、ベースポイントが2倍になるっていうふうになりますんで、まあ、ダイヤモンドだとね、ダイヤモンドボーナスだったり、あとね、100%ボーナスだったりね、まあ、これはこの時のキャンペーンのポイントなんですけれども、まあ、こういったポイントはですね、倍にならないっていうふうになりますんで、まあ、今回のね、キャンペーンで倍になるっていうのは、このね、ベースポイントが倍になるっていう形になりますので、この点ね、覚えておいていただきたいなと、 思います。ですので、今回のキャンペーンなんですけども、まあ、ポイント2倍キャンペーンなんですけども、まあ、ベースポイントがね、メインになるっていう風になりますんで、あの、お金を払ったね、滞在じゃないと、ポイントはもらえないですし、ポイント宿泊だとね、 食事等々を利用したらね、もらえるわけなんですけども、まあ、結構ね、渋いキャンペーンになったっていう感じですよね。まあもちろんね、この今までのボーナスポイントのキャンペーンは、やはりね、コロナもございましたので、かなりね、ゆるくポイントでもね、もらえたりしてたので、非常にね、良かったわけなんですけども、まあ今回からですね、ベースポイント2倍キャンペーンになってしまいましたので、まあ今後ね、あの、このキャンペーン9月2日で一応終わるんですけども、まあヒルトンホテル自体はですね、ずっとね、期間が空くことなくね、キャンペーンやってるっていう風になりますので、 まあ、9月3日以降ですね、どうなっていくかはね、ちょっと見物だなっていうところなんですけれども、今回に関しては、ベースポイントがね、2倍のキャンペーンにまあなったっていうところですよね。それでは次にですね、こちらね、細かい話とかでね、させていただいたと思うんですけれども、今ね、まず1滞在で1000デルタマイルがもらえるキャンペーンと、 それ以外にもですね、対象者限定でベースポイント2倍キャンペーン、今回のキャンペーンとね、被るキャンペーンもね、えー、来ているっていう風になるんですよね。で、まずね、えー、1滞在で1000デルタマイルキャンペーンですね。こちらが2014年4月の6日から4月の7日までの滞在が対象っていう風になりまして、エントリー必須になっております。エントリーフォームはね、概要欄に載せておきますので、こちらからね、エントリーして利用してください。で、特典がですね、1滞在で1000デルタマイルがもらえます。で 最大3000デルルタマイルがねねもらえるとといいいうことでこででのキャンンペーンめちゃくちゃゃいくいすよ一、ね、滞在で1000マイル、最大3000マイルがもらえるっていうふうになりますんで、もしね、ヒルトンホテル利用する予定のある方はですね、デルタの会員登録していただいて、こちらね、利用していただければですね、一滞在で3000マイルもらえちゃうっていうふうになりますんで、 デルタマイルはね、7500マイルあると、東京からね、えー、韓国までのね、片道の特典航空券、デルタの飛行機ね、えー、利用することができるっていうふうになりますんで、ネイサーチャージもかからずね、えー、利用することでできますんで、これはね、非常にいいですね。で、またね、デルタマイルはね、有効期限もありませんので、執行することもございませんのでね、ぜひこちらね、エントリーしといてください。で、特典付与は滞在完了後、6週から8週間っていうふうになります。で、次ですね。 対象者限定ベースポイント2倍キャンペーンですね。こちらは登録を4ヶ月間っていうふうになっておりまして、登録自体はですね、12月31日まで登録することができます。この登録日から4ヶ月間がベースポイント2倍になるということで、こちらね、対象者限定ですので、利用できる方、できない方いらっしゃると思うんですけれども、こちらね、他のキャンペーンとも併用できるって書いてありますんで、 これね、今回のキャンペーンとやったら4倍になるのかっていうところで結構びっくりなんですけれども、一応ね、このキャンペーンもね、やっておりますので、エントリーできるかどうかね、ぜひやっといてください。で、得点は先ほどと一緒で1滞在につき、ベースポイントが2倍獲得することができて、得点付与は6週間から8週間っていった形になります。それぞれね、公式サイトが、えー、こういった形でね、ありますので、 こちらを概要欄に載せておきますんで、エントリーね。まあ、こちら対象者限定なので、まあ、できる人いけない人いらっしゃると思うんですけれども、ひとまずね、こちらエントリーしてね、利用していただければなと思います。で、この1滞在ですね。今回ね、すべて1滞在につきえ、ポイントがもらえるね、キャンペーンになるわけなんですけども、この1滞在っていうのは、何連泊したとしても1滞在です。ですので、ね、 一泊でも一滞在ですし、一つのホテルに5連泊しても一滞在っていう風になりますんで、こちらはね、ご注意ください。こういったね、このね、デルタのキャンペーンとかね、一滞在で1000マイルなんで、できれば3滞在で3000マイル取りたいですよね。そういう場合は、A ホテル、B ホテル、A ホテルみたいな感じで、一泊ずつね、あの、移動していただくとホテルをね、まあ3滞在で3000デルタマイル獲得することができるんですけれども、一つのホテルで 何連泊しても1滞在っていう風になってしまいますので、この点ご注意いただければなと思います。このキャンペーンがね、本当にめちゃくちゃいいですよね。あの、マイラーの方はね、あの、ポイント2倍よりこっちの方がいいんじゃないかっていうぐらいのキャンペーンですよね。えー、ぜひね、こちら利用してください。それでは次にですね、マリオットインターナショナルのプレスリリースで出ております。えー、マリオットホテルは HMI ホテルグループ。ちょっとこちらね、私存じ上げないんですけども、まあ、こういったホテルグループがありまして、こちらのホテルグループをですね、えー、マリオットホテルがリブランドして、マリオットホテルになるっていうことが発表されました。で、詳細なんですけども、ちょっとね、こちら Google 翻訳でね、えー、見させていただきますけども、 マリオットインターナショナルと H&M ホテルグループは本日、日本全国5つの主要都市にある7つの既存の H&M プロパティをマリオットホテルとコードヤードバイマリオットにリブランドする契約を締結しました。 ことを発表しましまたこの署名は両方のマリオットブランド豊かな遺産とゲストに焦点を当てた経験を日本をますます洗練された消費者にもたらしグローバルホスピタリティの最新トレンドでこれからプロパティを活性化し再調整することを目的とした HM 戦略的再配置の一部ですということでまあ今の円安とかね来てあの影響があるんでしょうかねはいということでこのねグランドホテル浜松が マリオットホテル浜松へ、ホテル平安森京都から京都マリオットへ、ホテルクラウンパレス神戸から神戸マリオットへ、日産シーパークホテルチャタンペイからマリオットリザンリゾートスパになります。で、コートヤードブランドがホテルパールシティ神戸からコートヤードバイマリオット神戸、ホテルクラウンパレス小倉からコートヤードバイマリオット小倉へ、ホテルクラウンパレス北九州,州から え、コードヤードバイマリオット北九州へということで、今回ですね、こちらの7つのホテルがですね、マリオットボンボイホテルに追加されるということで、どうやらね、実際に開始されるのは、ちょっとね、こちら公式サイトにね、あの日付書いてないんですけれども、報道機関には2026年とか書いてありましたので、まあどうやら2年後あたりにですね、こちらね、利用することができるようになるということで、やはりね、マリオットブランドのホテルはね、ラウンジとかも併設されると思いますので、まあ多分ね、 ヨードヤードなんでまあ、ラウンジととかねないと思うんですけどまあ、これはホテルの運用によるんでね、一概には言えないですけども、まあ、このマリオットブランドであればですね、まあ、基本的にね、ラウンジも運用されると思いますんで、こちらね、非常に楽しみですよね。まずね、このマリオットホテル浜松に関しては、こちらですね、グランドホテル浜松がマリオットホテル浜松になるみたいなんですけども、まあ、こういった感じのね、佇まいのホテルということで、これがロイヤルスイートですね。 いやね、これは楽しみですよね。まあ、今回ね、一気に4つのホテルがですね、これは森平安京都ホテルみたいなんですけども、これもね、マリオットホテル京都になって、またね、ホテルクラウンパレス神戸、こちらが、えっと、マリオットホテル神戸になって、リザンシーパークホテルチャタンペイ、これがマリオットホテルにね、またなるということで、これもね、めちゃくちゃ良さそうですよね。 すごいアワードとか取ってね、有名なホテルみたいですけども、2026年をね、メドにこういった感じでね、マリオットホテルね、全部で7個で、ね、一気に増えるっていうふうになりますんで、いや、これはね、本当に楽しみですよね。特に、私とかね、静岡県の浜松なんでね、非常に行きやすいんで、ここら辺とかね、あと神戸とかもいいですよね。 はい。まあ、こういった感じでね、発表がありましたので、えー、マリオットボンボンホテル、えー、マリオットアメックスをね、持っている方はぜひね、覚えておいていただければなと思います。はい。ということで、今回ですね、ヒルトンホテルのキャンペーンまとめと、またね、マリオットボンボンホテルが7つのね、ホテルをリブランドしてマリオット系列にね、いたしますということを発表しましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、このマリオットボンボンホテルに関しては非常に朗報ですね。 はい。ヒルトンホテルもね、数は増えてますけども、マリオットホテルね、今現時点でヒルトンホテル倍以上ね、ホテルありますので、さらにね、増えていきますね。はい。どのホテルもですね、どういった感じでね、利用することができるのか、非常に楽しみですよね。 はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレク診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することができますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。